おはようございます、ジョフォルテです。自分の人生の、まあ、記録というチャンネルなんですけどね、こちらちょっとね、まあ、来月末に CD のレコーディングの予定です。そのために今練習の鬼になってるんですけども、その鬼の様子を、まあ、来年再来年僕がね見直して、ちゃんと練習してたねと、そしてちゃんと上手になってるねと確認するための動画としてね、撮ってます。フォルテ見てるか、練習の鬼。じゃあ練習していきます。今練習しようと思ってるのはラフマニノフの鐘です。これは今響きを確認する練習です。もっとね指が動き出すんですけど、本当は曲で、でもこうじゃなくて、そして左手の音、この左手と響きがマッチするように今やってます。まあね、盛り上がるとやっぱちょっとね、メロディーが消えてしまう。ここら辺でね、やっぱちょっとね、消えたの分かる？この盛り上がりが、あの、なんかね、ちょっとごちゃってなって、これ最悪。こういう時はゆっくり。もっとクリア。ちょっとね、最初の方も雰囲気作り大切にしてます。
全体的にラドの上に出てくるんですよ。これをね、追って弾いています。聞こえたよね。多分ちょっと聞こえ出したよね。
はい、みたいな感じで練習を頑張ってます。結構ね、通してみたらね、まあいい感じにまとまってきたので、これからもぜひ頑張っていこうと思ってます。というわけでね、まあまた CD はね、この曲以外にもたくさんあるので、まあこの曲は今こういう感じで練習してるよという人生日記でした。というわけでここまで見てくれてありがとうございます。というわけで練習の鬼グッドボタン押してて、なんならチャンネル登録してね。ボイマッチョ、ボスマッチョ、マッチョマッチョマッスルボイ、マッチョ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 。